リンゴルフをご視聴の皆さん、彩香です。カメラマンの山ちゃんです。今回は愛宕原ゴルフクラブ、まあ後々紹介もあるんですけど、まあ、実はお父さんプロですよね。そうなんです。ゴルフには触れてこなかったツアープロの娘です。10ラウンド目で100ギリを達成しました。さすが。一マス4ポイントで60ポイント以上達成で、はい、天岐阜3000分をプレゼントしてますんで。おー、すごい。よし、頑張ります。よし、はい、じゃそんな感じでやっていきたいと思います。はい、ミッションゲームですね、はい、クラブ紹介、はい、あ、ホール紹介もしましたよね。今 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ですね。あと6個あと6個か6個カラーボールないの？あ、私カラーボールそういえば使わなくなりました、はい、入ってないの？入ってんのかな見失うから、うん、そのやっぱり膨張色の白を使おうと思って、うん、お家にはあるんですけどね、あのパター練習する時とか。 OK です。はい、上がり3ホール、はい、まあ、この動画は質問募集してて、その質問の回答もしてもらおうかなと思うんで、はい、はい、途中でやっていきたいと思います。はい、なんか久しぶりにこんなフラットなホールに出会えた気がします、うん、まあ、とりあえずまっすぐ、右がアウトなので、まあ、左でもいい。お、ナイスショット。これはいいですね。もうこれはいいよ、これはいいよ、これはいいよ。狭いのでちょっと緊張したな、けどまあまあ OK ですね、うん、今日はこっからがね、こっからがなかなか苦戦してるのでそうだねおまけにパターも崩れ始めているので、ちょっとここで気を引き締めないと。神戸のご飯行く前にここのゴルフ場のご飯が美味しかった。美味しかったですよね。なんかすごいいろいろなメニューが、うん、しかもなんかさ、おしゃれなの。え、そうですよね、めっちゃ迷いましたメニュー。そう、私はあのジェノベーゼのパスタランチみたいなのにしたんですけど、はい、はい、うん、そう、僕油淋鶏食べた。そう、油淋鶏なんだけど、なんかカシューナッツみたいなのが入ってて、うん、なんかすごいおしゃれだったね。美味しかった、美味しかった。おしゃれ中華でしたよね、うん、おしゃれ中華。神戸は何があれなの？神戸は中華街もあるので、うん、58ヤードです。あとは洋菓子とかパン屋さんとかもすごい美味しいところがいっぱいあったりとか。あ、なんかそんなイメージがある。やっぱなんかちょっとおしゃれな、そうだね、港町っていうイメージが、うん、あ、中華あるんだ。中華、中華街があるので、いろいろ美味しいお店あります。思ったより飛んでないぞそうね、残ってるぞ。会心の当たりだけど、なんかしっかりなんか残ってる。あの278本当かなって、ね、ちょっと疑わしくなってきた。150ちょっとぐらいあるんですよね。ただ打ち下ろしなので、まあ、さっきからクリーク避けてたけど、ここはフラットやしクリークで、まあ、ピン狙ってもいいけどバンカー嫌だから、ちょい左エッジでもいいかな。うわー、やっぱ当たってないな今日やばすぎまあいいんちゃう、まあまあまあ、バンカーはいかないでしょ、あれだったら。止まって、オッケーオッケーオッケー、次勝負次勝負いやー、ダメだまあゴロゴロとゴロフします、まあ、決して簡単なクラブじゃないからねでもさ、最初当たってたよね、一番最初だって5番アウトでしょ。そうなんですよね、なんかちょっとね、うまっと思ったもん。多分ね、アドレスがちょっとなんかしっくりこないな、うん、ちょっと変わってきちゃったみたいな、ね、はい、なんかずっとしっくりこないなと思いながら、あ、まあそういう日もありますね、はい、もうどうせ私は多分球を上げないので、もう転がるクラブばっかり持ってきました。はい、はい、さっきでも9でちょっとあの奥に行ってしまったイメージが強いから、ピッチングにします。ワンバウンドでいいかな、ワンバウンドでいいかな。うわ、この跳ねてる感じがすごい難しいぞ。あ、いやー違う、そっちじゃないいやー、ちょっとヘッドをかぶせてしまった。打つ瞬間に手を返して、でこういう芝とああいう芝とでまた全然、さあでも次はまだやりやすいぞ、うん、なんならこれを OK 圏内に持っていきたい。エッジにワンクッションするかしないかぐらいでいきたいかな。
そう。あ、思ったり転がっ、あ、でも全然切れない。うん、いや悪くなかったけどな、感覚は。おい、よかったよかったいやミスを解消できました、今のパットで。そうだね、耐えましたね。耐えた、ボギーです。おいっす。ああいうの耐えゴルフじゃなくて、こううまくいけばパー、悪かったらボギーみたいなゴルフしたいんですけどね、本当は。まあね質問回答、質問回答、はいはい。じゃあフォロワーさんからいただいた質問を、はい、自ら読んで自ら回答してください。はい、まず、はい、フォースタンス理論の有効性をもっと世に広めてください、うん、おお、すごい人がいるじゃんめちゃめちゃ応援されてるじゃないですか。そうですね、すごい私の多分投稿をちゃんと見てくださってる方だと思います、はい、嬉しい、ありがとうございます、うんうんうん、私ももっと広めたいんですけど、なかなかこうなんだろう、 これやっとけばいいよみたいな理論じゃなくて、とっつきにくいのかなっていうのもあるんですよ。あ、でもなんか思ったのは、フォースタンス理論も大切なんだけど、それよりもお父さん の、 そのツアープロとしてのマネジメントがすごい大切なんじゃないかなと思って、それかけるお父さんのやつが、まあ、日本一なわけじゃん。それを広め、フォースタンス理論はもちろんなんですけど、それを私は世の中で一番ゴルフに噛み砕けてるプロだと思うし、そのレッスン技術も私は日本一だと思ってるので、うんうんうん、それが広まればいいなとは思いますね。お父さん、いい子ですいや本当にすごいんですよ。たまに会うんですかお父さんと。最近は本当に年末年始とかしか会えてなくて、でもちょっともうちょっと習いに通おうかなと思ってるんですけど。確かにね、シンプルにさらにね。まあでもね、あのそれで今頑張ってこう活動してると思うんで。でもちょこちょこそのフォースタンス理論ってどういうものかとか、そのどれぐらい有意義なものなのかっていうのは、私とかそのあの父のレッスンスタジオ の、 あのインスタとかでも公開してるので、あのそれを見ていただけると本当に分かっていただけると思います。はい、一緒にゴルフ行きたいですありがとうございます。単刀直入ですねありがとうございますえ、そういう機会はあるんですか。今だから特別こうそういうふうには設けてはいないんですけど、コンペでそのインフルエンサーとしてあの行くことがあったりとかするので、うんうんうん、そういうコンペとかにエントリーしていただいたりとかっていうのはあるので、随時またインスタで言っていこうと思います。あ、なるほどね、インスタチェックです。インスタお願いします、はい、ありがとうございます、はい、じゃ あ、 じゃあそうパー3ね。そうですね、西コース、そうパー3がなんと3つもある。よし、また手前にバンカーがあるので、ちょっとキャリーでしっかり越していきたいので、こういうのライン出しで、はい、お、あーちょっと飛びすぎかもしれない、これ当たりすぎたぞ。あ、そうでもない、ナイスです、いい感じですね、いい感じです。いいよ、いやなかなか狙う幅が狭くて、左のバンカー、うん、右のバンカー、ピンを、ね、狙うとすると確かにそうなんですよね。センター狙うなら全然あれだったんですけど、うん、ちょっと攻めたくなってしまいました。攻めたくなっちゃった攻めたくなっちゃいましたちょっとね、もう散々だったので、この、あ、そうだね、その前の3ホール、残りのホールでね。そうなんですよね、ちょっと どうにかね、どうにか攻めたいなって思ってしまいました。いいじゃん、結果良かったですね。良かった、バーディーだ、バーディー、バーディーチャンスですね、バーディーチャンス、ツーピンぐらいかな。さあ、またグリーンが難しい、これは軽い段になってる。いや、スネークラインなので難しいな。そっから下るんだけどな、あー、登っただけになってしまった。そんな下ってないのか、意外と。なんか来てみたら下ってないな。左縁で、あー外したいやー意外と切れないな。よし、はい、ボギーですね。おいっす。いやバーディーチャンスがボギーになるのはまああるあるですねよくないけど
けど。あるあるか。よくないけどあるあるな。甘々だな。甘いやここでなんかうわ、クソって本当になっちゃうと、うん、次まで引きずっちゃうから、うん、まあまあね、まあね、なんか私はまあ やるよな、うん、練習不足だなって、家帰って練習します、うんうんうん、本番はもう甘々で、うん、家帰ったら厳しめで。おー、そうなんだ。はい、じゃあ最終ホールで、あ、ワンパッドがついてた、ね、そういえばさっきついたね、これですね、うん、の隣の質問回答6、7、8、9、10、11、12です。12でサムネ取るでしょ、13スコア、ここ次第14、あーでパーかボギーか、あここのスコア次第ですね。確かに、うわ、際どい際どいことになってる。でもなんかわざと OB とかしたくないしな。OB したら多分スコアが止まらないから多分逆にダメだと思う。ダメですよね、うん、アプリ何使ってるんですか。ビューティーカムです。お、はい、なんかおすすめのフィルターとかあるんですか。でも自然がいいんで、もうノンフィルターで。あー、それでも綺麗に撮れるんですか。そうですね、うん、後からあのなんかコントラストとかを変えると意外と影とかが綺麗になるんで。そうなんですよ。よし、最後です。よし、行こう。最後頑張ります、うん、右が嫌なので、まあ、気持ち左で、うん、いいっしょ、大丈夫っしょ。 OKOK、 いいですね。いいね、いいね、転がってる転がってる、うんうんうん、いいよ。よし、こっからだ、こっからが勝負だ。さあ最後気持ちよく終わりたいですね。どの道乗らないので、しかもそんなになんかこうトラップがあるわけじゃない、池やバンカーが。なので思い切ってクリークでいいとこまで寄せます。最悪。やば。いや今めっちゃ転がれ、ちょっとあれかな、左足下がりになっちゃったかも。そうですよね。しかもグリーンさ、珍しく砲台じゃなさそうなんだよね。いやこれ行きたかったな。いやまだわかんないから。クリックで行きます、はい、で別にちょっと当たり薄くても、うん、この傾斜やから転がるんで思い切って打っちゃう。池がやばい、こっちは怖いぞこれ。当たったのに、いいショット。おー、え、いる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 。え、ボールが出てきた。え、ある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 。え、ちょっと待って、マジですか、うん、あるある、あのね、ボチャって入って、え、ありますね。なんか当たったのかな、出てきた。え、あの縁にありますよね、うん、やば、ミラクル。ウケんだけど。やるね、水しぶき上がってたのに。笑っちゃうんだけど。いやこれがカメラに収まってることが私は嬉しいです、うん、そうそうそう、あれあれあれ。なんでちゃんとね、ジャボンって入ったの、なぜか出てきたんだね。やば、なんで跳ねた、すごい、なんで出てきたんやろっていうレベルですね、うん、さあ私の大好きなピッチングでコロコロ、はい、ピッコロです。ピッコロいいよ。あー、そっちに曲がっていってしまいましたね。まあ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 、足りなかった。はい、ボギーです。んボギー、ボギーで襲った、ボギー、あ、違いますね、ダボです。チョロ分ですね、チョロ分が、ね、チョロ分だ、チョロ分ね、まあ、ナイス、ナイス池です、池回避。確かに、ミラクルが笑っちゃったね。出てくんだって。いや、本当に。はい、あやかちゃんお疲れ様でした。お疲れ様でした。スコアが50になってしまいました。残念。そうね、最後ね、良ければね50きっときたいなってところだったよね。でもまたリベンジに来ようと思います。はい、はい、で、ミッションカードが、うん、これもまた惜しい、14×4の56ポイント。悲しい。まあね、あれですよ、カラーボールですよ。
ねえ、なんで今日に限ってカラーボール持ってないていうかカラーボールがオチなんですかこれもったいねみんなカラーボールは必ずあるのにそうなんですかだからこれはだからもうサービスそうだ、ね、サービスマスですよねそうだね逃しました、はい、残念です、はい、どれもこれも惜しかったです、はい YouTube の撮影でラウンドするのはちょっと初めてだったんですけど、うん、本当にすごい楽しくて、うん、なんかすごい心の声をいっぱい話しながらラウンドできるのが楽しかったですそうだねすごいなんかいっぱい言ってたもん、はい、あとまあここのさゴルフ場もさ綺麗でさっきさそう本当にあの聞いたらできたばっかなんだよねクラブハウスがねえ、ね、なんかリニューアルされたってお伺いしてなんかモニターに女子の方はなんかシャンプーバーがあったりとか、へえ、そうそうご飯もなんかすごいおしゃれでご飯すごい美味しかったですよねなんかどれにするかすごい迷いました本当にそれとあとあのお風呂にドライヤー、うん、かダイソーのドライヤーなんですよねあれあ女子のとこねそうですよねずるくないいやなんか最初あのシャンプーバー見た時にあそうなんだと思って見たらなんだ女子用かって思っていやちょっと男子もね揃えてほしいいや確かにそうですよねそうそう僕はねあの新大阪から来たんですけど新幹線新大阪から1時間車でかかんなくてあそうですよね大阪から下道で40分だった下道の方が早いんですか？いや高速も下道も一緒だった今日空いてて、それで下道できちゃったラッキーと思ってめっちゃリッチいいですよねで兵庫じゃない神戸からも1時間ちょっとぐらいなんでしょあそうですそうです、ね、本当に1時間あ1時間普通だったらかからないですちょっと私迷っちゃって あの運転が下手なのででもそのロスの10分がなければ多分1時間切ってたと思いますああそうそうそうだからすごいこう来やすい場所だなと思って綺麗すごいいや本当にそうですよね、うん、来やすい本当にこう住宅街からシュッと入ったらもうあるんで確かにえ初めてこのコース初めてなんですあ そ, うなんそうなんですよ お母さんがね昔キャディしてたんですけどしたことはなく最後にぶち込んできたお母さんキャディしてたんですよ昔お母さんキャディしてた、はい、ここでキャディしてましたじゃあこの動画あれだね家族ですごい楽しめるねあそうですねあのエモい動画になります多分家族はみんな楽しみにしてると思いますわかりましたはい、はい、じゃあそんな感じで今回はちょっと彩香ちゃんに来てもらって、はい、楽しんでいただけたと思います、はい、はい、そんな感じで今回の動画を終わりたいと思いますはい、ありがとうございました。ありがとうございました。